欧州連合官報は、欧州連合が発行する官報である。2013年7月1日以降、EU が交付した法令のうち、EU 官報の電子版に掲載された版のみが、公式と認められている。EU 公用後すべての言語版で提供されており、土日祝日を除いて、毎日発行されている。EU 官報の電子版は、ユーロレックスのサイト上で、無料公開されている。 EU 官報の前身は、欧州石炭鉄鋼共同体官報と、欧州共同体官報である。1993年に、マウストリヒト条約が発行して EC から EU への転換した後も、2003年に発行したニース条約までは EC 官報の名称が使われてきた。EU 官報は以下の構成をとっている。本編が現在のように、 L と C で2部構成されるようになったのは1968年1月以降である。1952年から1958年4月にかけてはまとめて A シリーズと呼ばれており、1958年5月から1967年末までは P シリーズが使われていた。また EU 官報が紙媒体から 電子媒体にシフトする1999年8月31日から2014年3月31日にかけては C シリーズも使われていた。これは電子版を意味するが2014年4月以降は使用されていない。現在の L と C にはそれぞれサブシリーズがあり、A は他の官方工事内容に付属する文書、I は単発で、 他の工事から独立した文章を意味する。これらに3桁の連番を組み合わせることで、OIL011I や OIC019A といった参照番号体系になっている。なお、OI から始まる EU 漢方番号とは別に EU 漢方を掲載しているウェブサイトユーロレックスでもセレックス番号という独自の番号体系を用いている。ありがとうございます。